はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日はまたまたリクエストいただいたんですけれども、うさぎちゃん、かっちゃん、今日はマクドナルドのラメニュー発売日でオリビューが趣味してます。マクドナルドの裏マック食べてみて、かっちゃんのおすすめ教えてください。こうなんかマクドナルドで定番メニューにハラペーニョ、クリームチーズソース、スモークベーコンが3つまでトッピングできる、で全部でアレンジが合計285種類までできるというなんかやつをやってたので、今日はこうかっちゃんスペシャルを買ってきましたので、こちらを食べていきたいと思います。じゃあ早速開けていこう。かっちゃんスペシャルって言ってもやっぱね、マクドナルドは安さと美味しさ、手頃さ、素早さっていうのが売りだと思いますので、結構お手頃な感じで作ってみました。エグチベーコンハラペーニョ、フィレオフィッシュクリームチーズ、まあ、ここら辺ちょっとレシート出しますけど、300円以内でどっちも収まる感じで、みんなにもね食べやすいかなと思って今回作ってみました。じゃあ早速開けていきましょう。こんな感じでトッピングのマークがついてます。置いてあって普通のフィレオフィッシュの中に、上には安定のタルタルソース、こちらが今回のクリームチーズソースです。かなり濃厚でたっぷり入っております。こちらがエグチにハラペーニョとスモークベーコントッピング、今回ピクルスを抜きにしてハラペーニョが4つ乗っています。ベーコンはこんな感じで大きすぎず小さすぎず、至って普通のベーコンが挟まっております。はい、じゃあ早速食べていきましょう。今日なんかね、卵が食べたかったんですよ。卵、じゃあいただきます。ちょっと汚いけど、ハラペーニョだけね。ハラペーニョ、あー、なんかハラペーニョね、結構辛い、ピクルスの酸っぱさと辛さ増したバージョンみたいな感じです。ん、分厚いプルプルの卵とビーフ、スモーキーなベーコンとピリッとしたハラペーニョ、極上。うん、この存在感のある卵とハラペーニョはこうピリッとしてるので、味に締まりが出るっていう感じがして、卵とベーコンとビーフがよく合っております。これはエッグチーズバーガーでエグチなので、ハラペーニョエッグベーコンチーズバーガー、はいはいはい、ハベハベチーハベチー。ベーコンのインパクトが欲しい人はベーコン2枚くらい入れてもいいかもしれないです。なんかね、今日ねお魚も食べたかったんですよ。クリームチーズフィレオフィッシュ、じゃあいただきます。うん、タルタルソースとクリームチーズソースの二重構造や。うん、クリームチーズソースはかなり濃厚でクリーミーな味になってます。しかも結構たっぷり入ってます。普通に照り焼きバーガーに入れたらまろやかな感じになって美味しい気がします。あー、なんかフィレオフィッシュを久しぶりに食べたからめっちゃ美味しい。これは何ですかね、まろやかフィッシュバーガー、プチッシュバーガー。ハラペーニョ結構辛いですね、ピリッとした感じになってます。うん、ということでどちらも楽しみながらオリジナルの感じのハンバーガーが作れる、楽しくて美味しいハンバーガーでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマクドナルドさんの裏メニューバーガーできるってやつを作ってみた動画でした。全部で285通りのハンバーガー作れるみたいなので、気になる人皆さんオリジナルのハンバーガー作ってみてはいかがでしょうか。このハベチとクジシ、ぜひ気になる人食べに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバザバイアップ。毎回言うけども、トッピング3つするなら100円マック1個食べますよね。